おはようございます。3月26日、朝の7時15分です。昨日は寒かったですけど、今日は暖かくなりそうですね。こちらが宇田川だったら確か、そうですね、そこに宇田川とありますね。もうなかなかの清流ですね。いや、そこのコンビニで朝飯を食って、今日はまず奈良の、室生寺行きますね。それから戻ってきて赤目四十八滝、そちらの方を、だから今日はちょっと歩くことになるからなんですね。昨日はぐっすり寝れた。寒かったですけど、よう寝れましたよ。滑るな、ホットグか、ホットグ。ここは室生寺です。国宝もあります。21世紀風景にもなっています。なんだ、やってないか。参拝時間9時ですね。まだやってないですね。しゃあないですね。多分あれがお寺の本堂ですね。本堂も国宝になっとったはずですね。三重の塔とかいろいろあるはずだけどな。ここ今の太鼓橋ですね。やっぱ五重の塔は山の方にある。ここに五重の塔はありますね。本堂か。本殿も、国宝だったと思いますけどね。まあいいや。なんか1時間先です。今度、書物、なんか特別拝観中みたいですね。そこも誰か入ってる人おるし、どういう人だあれ。はい、赤目四十八滝にやってきました。48あるのかな。行者の滝、礼者滝、長子滝、蔵滝、滝をされますけど、どこまで行こうかな。ここは滝百選のほか、森林浴、UFO、百景、名所、5つの百選になっています。この先に受付があるって言っとったけど、これは何か書いてありますね。ジャンジャの水、湧水だね。名水百選になってないな。自然の湧水飲料ではありませんと書いてありますね。ウーサンショウの写真がいっぱい貼ってありますけど、やっぱりいるのかな、この滝に。そうなんだ。中国ウーサンショウと書いてありますね。おるんか。あ、おるわ。げえ。これおるんだけど、見えんな。これ山椒だって、これ。げえ。なんか、ちょっと、どんな感じがするんだ、山椒。あれだけど。センター最大級だって。1.2 メートル。ほう。これ。さっきの案内にあった業者の滝ですね。最初の滝ですね。すごい
ね。どうぞ。牛がおるんだ。デージャーだっけ。よいしょ。ちゃんとこの牛意味があるんですね。赤目牛とか言ってありますけど、この目が赤いということでこの辺赤目となったと、ここに説明書きがありますね。その牛の目が赤かったのでこの地を赤目と名付けました。誰が名付けたんだ。うわ、撫でるとご利益あるのか。よし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 、目を撫でたら耳が良くなるかな。そういうことですね。それは今見た不動滝ですね。結構山登りなんだこれ。乙女滝、このなだらかなこの滝のことかな。これ滝って言うんだ。これおめだき矢印あっち。でも滝なんてないな。どこに滝があるのかな。お、河原といってあの岩があるとこ、あそこ滝も流れるのかな。わかりません。多分あの大きな岩なんだろうな。80あるんかな、あれで。そこに山椒でもおるんかな。だからですね、はい、僕が先ほど見た茶屋ですね。天狗柱岩、あ、あの岩か。うわ、こっちだろうな、きっと。天狗柱岩というか、なんていうの、埋もれというかな、埋もれの滝。どこにあるんだ。これか。天狗の滝のことだな。こっちですね、埋もれ滝。
よし、ここまでやっとくかな。あ、そういやさっきのあの天狗なんとか橋だって岩。はい、まあここまでですね。雲滝でも44滝っていうのは44の滝があるということじゃなくて、多くの滝があるということで、まあ44、あの99、つくもと同じ意味ですね。もうは9は99等か、あれも多く島がある、滝が多くある、こんなところでしょう。よし、ちょっと満喫できましたね。ありますね、数が多いことを意味します。先ほどのあの赤目の牛ですね。2度か、でも結構暖かい感じるんだけどね。よし、ここ前で折り返してきたんですね。1、2、3、4、5、6、7、7つの滝を見たことになりますね。うん、これは清廉寺ダムと書いてあります。清廉寺湖です。この先に河内谷という渓谷がある、その途中に今立ち寄りました。なんかすごいダムを見つけました。あ、行けへんじゃん、なんだこれ。ちょっと見て、なんか下覗けるように入ってけんですね。残念ですね。なんかでもすごいダムですね。橋と書いてありますね。多分このから上流が河内橋という渓谷百選なんでしょうね。こちらが清廉寺のダム湖ですね。河内橋ですね。ここから来て今ここへ来てます。これもなんかいろんな岩がいっぱいありますね。獅子落とし、屏風岩、錦谷、鹿落とし、いろいろ写真ポイントもありますね。ここから4キロか、全部で6キロか。よし、あれですね、今書いてあった屏風岩そう、大したことない。水は綺麗ですね。清廉寺川っていうか、これ。お、何個おる、あれは何でしょう。奇岩岩あるみたいですけど、もうここまで来ちゃったの。そんなに相対したものがあったとは思えんだけど奇岩じゃないの、はい、魚でも捕まえるのかな。これに天狗岩、
起きてんわ。なんかいろいろ私勘違いしとったですね。川沿いのいろんなところの岩と思ったら、この山ですね。このいろんな岩の名前、この山の岩に名前がついとると、そういうことですね。はい、これソニって言うんですね。ソニ高原やってきました。こちら奈良県ですね。 UFO 100選です。ここは秋ですね。ススキがすごいんです。ススキの時に昔来たことありますけど、この時期は何にもないんだろうな。ほどになってます。ハビアはですね、すごいですね。そうだ、あれ上がったことあるわ。ね、こっちずっと。そうだ、今こんなんだけど、伸びると背丈ぐらいになるんですよね。はい、ここでいいか。よし。はい、三重県の津市御滝っていうところです。桜名所100選です。しかしここはまだつぼみも咲いてきてねえじゃないか。ねえ、世の中もう開花宣言がされてるとこいっぱいあって、もう今週末には見頃を迎えるはずなんだけど、これはダメですね。人がいないわけです。本当だよな、つぼみが本当にまだできてねえだ。御滝の桜、鏡山公園になってますね。はい、桜名所でした。この貝坂峠、歴史の道100選です。今愛国ですね。これが国道368か。で、多分今ここにトンネルができてるけど、そのトンネルの上に峠ですね。この上が368です。これはまあ歩道ですね、きっと。車入ってくるのやりましょう。途中で戻れなくなったらいいか。うん、これ伊勢本街道と書いてありますね。この峠越えは、大和の国と伊勢を結ぶ峠越えです。伊勢街道の、難所中の難所ということだったらしいですね。だから、こちらはもう大和に向かっていくということですね。で、こちらが上がっていって峠越えて伊勢に入るということにしておきましょう。トンネル越えたらこんなところに出ましたね。これが多分伊勢本街道ですよ。さっき見た道を峠上がって下ってきてるんですね。伊勢本街道の案内板がありました。あっちはだから伊勢行くんですね。折り返しとかね、歴史の道100選、あ、ちゃんと書いてあるじゃん、ここに。はい、歴史の道100選、伊勢本街道、貝坂峠ですね。あっち上がって大和に行くのにこの峠越えしたんですね、きっと。立派な看板がありますね。深野棚田だんだん畑と書いてあったですね。しかし下から見たらもっとすごい石垣が綺麗だったけど、駐車場まで来たらそう大したことないな。あっちの方がちょっとすごいか。これはなんかお寺があるね。なんて読んだろうかな。こっちの棚田は
車でちょっと走った方がいいな。畑これはイノシシ避けかな。よし、すごいですね。水屋のオークス天然記念物書いてありますよ。巨木50銭なんです。水屋神社、この境内にあると。これあれですね、国道168だったのか、すぐ横にあります。こんなところに巨木があるのかな。正面が水屋神社なんでしょうね。だけど隠し感がなんか今伊勢のなんかの話が書いてあったな。これが見落とす日、これじゃないよな。オークスどれだろうな。あれかな、あれかな、あれ臭いな。杉じゃないか、そんなことないか。書いてある、水屋のオークス。あ、この木か。これが巨木50銭か。樹高43メートルと書いてあるのか。こっちやんな、こっちもなんか大きな木がある。オークス社、これはな、ノボル龍のクス、水屋のオークス。ああ、立派な木がいっぱいあるんだ。いっぱいあってわからんです。オークス社、すごいですね。いや、城は小さいけど木がすごい。はい、これで今日の観光終わりですね。今は2時半か。よし。ごめん、間違えましたね。これは大杉だ。だから最初に見たこれは杉の木でクスの木じゃないから、巨木50のクスの木はやっぱしこっちなんだろうな。巨木の案内がないけど、これがクスだから、これをひとくわ。16時半ですね。紀伊長島までやってきました。ここは、来たことありますね。マンボウの町、紀伊長島道の駅です。今日はここで泊まりますけど、思ったほど人いないですね。ここのレストランは6時半までやっとって、
刺身定食だったから、それで今日は一杯飲もう。